自転車の外へを監督しました多摩美術大学の広瀬由紀です。じゃあ初めに今回のあらすじを教えてください。はい、城島というとても人口9000人に満たない小さな島に住む主人公が自転車で一周2時間ぐらいの小さな世界に住んで、自分の同級生に父親を雇われている、で外に行く手段もないっていう中で燃えているところで、納屋でフィルムカメラを見つけて、でそのカメラを狙う女、中国人の女イリアという女が近づいてきたところから少年の世界が広がるという冒険映画です。この作品 E の中でロケーションがすごく綺麗だなっていうのが話題になったんですが、八丈島で撮られたということで、八丈島に何か思い入れはあるんですか？八丈島は私の父親の実家 で、私自身も小学校4年生から中学卒業まで住んでいて、でその時にやっぱり田舎の人柄の優しさも知りましたが、狭いコミュニティであることの恐ろしさで、異常なことが何か起きてもそれを正す者がいないっていう残酷さ、まあ大好きなんですけど八丈島っていうものを春季の時に感じたので、それを美しい、でもそれと同時に美しい風景もたくさん見てきたので、まあ住んでいてロケ班に何年も何年もかけたようなものであって、それを卒業制作で学校のみんな連れて最後自分実家に泊まり込んで撮りたいなと思って八丈島を選びました。実体験に、こう実体験で感じたことを映画で作ろうと。そうですね、だいたいそのソースはそういう感じですね。でファーストカットが綺麗だなって思ったんですが、そこに こだわりがあるんですかね？そうですね、ありますね。やっぱりファーストカットでどれだけお客さんを映画に引き込めるかっていうのが毎回毎回勝負だなと思うんですよね。で今回本当はそこは、まあ、八丈島を空撮してこうガガガガって言いたかったんですけど、さすがに難しかったので、まあ、すごい高い高い崖の上まで登って、ああいう形でロングショットを撮りました。オープニングとそして終わりにもこう気を使われたということだったんですが、そうですね、ラストカットは、まあ、とある様式になっているんですが、あれはもう脚本の段階からするぞと決めていました。あそこだっけということです。ファーストカットも注目していただきたいポイントですね。はい、そうですね。そしてですね、今回あの役者さんの演技もそうですし、あの使った人構成もちょっとこう良かったなって思うんですが、どのような構成で作られた？役者はほとんど、大人以外は多摩美術大学の学生で、まあ専門演習っていう授業で出会ったり、そんでこういう役者が欲しいんだがって言ってみんなに聞いて回ったりで出会った子がほとんどで、まあ、小出水健一郎という主人公は、まあ、小出水を主人公にしようと思った手書きで始めて、あと椎名琴音ちゃんもそうですね、最初から彼女を卒生に出すぞと思ってて、でいろいろキャリアにも差がある子たちばっかりなので、その全員が一緒に移って同じ島で生活している人々に見えるように芝居をさせるっていうことは意識したなという思います。じゃあ結構あの自ら演技指導とかもされて？演技指導は全然しなかったんですけど、まあ他はちょっと抑えてとか、まあまあそこ出してとか、あ、まあテイクはここは重ねよう、ここは重ねないようにしようとかを考えながら、まあ実際撮ることにいっぱいいっぱいなんですけど、撮ってる時はでもなんとなく考えながらはやってたなと思います。そしたらですね、この映画の見どころをお願いします。はい、映画の見どころは、まあ、皆さん言っていただけるようにロケーション撮ってる場所っていうのは、まあ、かなりいろんな場所で撮っていて、八丈島の、まあ、景色っていうのもそうなんですが、その他にも都内、実は都内で撮っている部分もあって、
都内のここは誰も見たことがないだろうっていうところにを見つけて潜入して撮っているので、まあ、一番ロケーションにこだわった理由としては他の人が普通に来てたら見られないところを見せてあげよう、それが映画にしかできないだろうそんなことと思いながら撮ってるので、まあ、そういうことを念頭に置きながら楽しみにしてもらえるといいなと。具体的に東京のどこで撮られたんですか？東京の、そうですね、東京の、まあ、神奈川寄りの方とか埼玉寄りの方に赴いて、ちょっと変わったところに、まあ、いわゆる普通の建物だったりはしないようなところに行ってます。廃墟とか？そうですね、廃墟っぽい感じのところにいます。最後に観客へのメッセージをお願いします。はい、皆さんに見に来ていただけるのを楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。自転車の外への監督の広瀬由紀さんでした。今回日陰のスワンを監督させていただきました、早稲田大学シネマプロダクションの早坂と申します。それでは日陰のスワンのあらすじを教えてください。はい、舞台が、僕の地元の栃木県というところなんですけれども、そこの学校の合唱部で、主人公の、有川が、ピアノの伴奏をしていまして、そこに入ってきた新入生に突如その伴奏の地位を奪われてしまうという。で、奪われた結果、まあ、主人公は葛藤するんですけど、その結果どうなっていくかなというお話です。作品の中で合唱というのが大きなテーマになっていると思うんですが、はい、同時に囲碁も作品の中で大きなモチーフの一つになっていますよね。はい、そうですね、囲碁を使った理由っていうのが、まあ、なんかこの作品の一つの、まあ、コンセプトとして、白黒をテーマに扱おうと思いまして、まあ、ピアノの鍵盤の白黒もそうですし、囲碁の白黒もそうですし、まあ、あと主人公 の、 光の当たる場所というか、自分の立ち位置的な意味でもそういう陰影をつけるという意味で白黒を使いたかったんですね。で、囲碁を使った理由っていうのが、僕は小さい頃に囲碁とはちょっと違うんですけど、将棋を祖父から毎日教わっておりまして、まあ、その将棋を指していく上で、まあ、将棋っていう、まあ、囲碁とかそういう将棋っていう日本の文化が、まあ、人と人をつなげる架け橋に、まあ、なったり、そういう人間関係の距離感を測るために、まあ、活躍してくれる、まあ、日本の誇るべき文化だと思ったので、まあ、そういう主人公と、もう一人男の子がいるんですけど、その二人の距離感を測るための材料として囲碁を使わせていただきました。じゃあおじい様とのその小さい頃の経験がすごく作品に生かされてるわけなんですね。はい、監督自身合唱は昔やられてたりされたんですか？そうです、特にそういった合唱部とかに所属していたわけではないんですけれども、中学の時に合唱がすごく楽しくてですね、文化祭とかで歌うのがすごい楽しくて、まあ、合唱部というのを扱った理由としましては、主人公がまず伴奏ピアノを弾いているっていう立ち位置にいるんですけれども、まあ、そこから、伴奏を下ろされて、歌という、まあ、主人公の有川にとっては望まない立ち位置に変更されてしまうという、まあ、そういった位置関係が分かりやすいかなといった意味で、あと合唱部という組織の中で物語を描いてみようかなと思いました。それでは作品の見どころを教えてください。はい、そうですね、結構ワンカットワンカットにとても気を使っていて、ピントがボケボケの背景の時計とかも全て時間を合わせたり、まあ、なんだろう、ゴミとかそういった無駄なものは全て排除して綺麗な絵を撮ろうということに、まあ、集中して撮っているので、まあ、そういった照明のこだわりとか小道具とか、まあ、カット割りの美しさとかを見ていただければなと思います。それでは最後に観客の皆さんへのメッセージをお願いします。はい、そうですね、
本選の結果をいただいたときに、僕は早稲田大学所属なんですけれども、その他の大学の作品さん、作品の監督さんたちが全て美大芸術大の方で、まあ、今回僕が担当したのはすごい静かな作品なんですけれども、まあ、そういったところに込められた一般総合大学のパワーというか熱量、そういった、まあ、芸大美術園にはない力を見ていただいて、まあ、美大芸術の方に挑戦できたらなと思っております。よろしくお願いします。日陰のスワン監督の早坂雄介さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。あのさ、あなたは今何考えてんの？私さ、もう嫌なんだよね。こんな狭くてつまんない。本当につまんない。誰も、本当にこんなとこ、みんなばかり何かを見失ってる。あ、どうも、雲の靴を監督しました、多摩美術大学、中村雄太郎です、はい。作品のあらすじを教えてください。地元があって、その、まあ、なんですか、若い集団がいて、若い集団っていうかそのまあ若い子たちがいて、でそのかつてね、その地元ってその、まあ、僕も地元があるんですけど、ずっといることを離れちゃう子って言うじゃないですか。でずっといる子たちのその吹き溜まりの中にボスが、東京に行ったらしいボスが帰ってきて、また馴れ合いをするっていう映画です。でそのボスが帰ってきたと同時発生でコウトコっていうなんかキャラクターが生まれるんですけど、さあそのコウトコとそのボスがどう対峙して、この地元がどう変化していくかっていうお話ですね。映画の中でここは注目してみてほしいっていうポイントはありますか？注目ポイントはなんかね、あれなんですよ、この映画ってそのどう引っかかるかなっていう感じなんですね。作ったりとかそのまあ教習なんですよ。なんか味わいはすごくそのまあでもね、今の子たちとのその地元感と離れてる地元感かもしれないですけど、僕のそのな中学校とか小学校の時に見た先輩でああいう人たちはいたなっていうのがありますね。だからそのどこかその金銭に懐かしみを覚えるとか、なんかそのあこういう人いたなとか、こういうの嫌だなっていう引っかかりがあればいいなっていう感じですね、注目ポイントは。作品の中ですごく暴力シーンが多くて、はい、そしてまた90分を超えるすごくボリュームのある作品なんですけれども、はい、これが中村監督の卒業制作で作られた作品なんですよね。はい、いろいろこう熱い思いがあるとは思うのですが、このあたりはいかがですか？はい、暴力はなんかね、そのやっぱりそのこの映画を作るにあたって、そのどこと勝負するかってなった時に、そのまあ学内で、まあ、卒業制作っていう名目で作ったんですけど、やはりちょっともっと高いステージ、その例えばこれはすごく低予算で作った映画なんですけど、その自主界隈ですね、その自主界隈で作ってる映画作家の人たちの映画で、まあいろいろそのバイオレンスとかセクシャルとか、すごく今のまあ自主制作ってまあその2個押さえると結構その見れちゃう作品になるんですけど、そこ勝負したかったんですよね。そのやはりその4年、僕その大学入ってその2年次に
劇映画1本作ったんですけど、そこから始まったんですけど、そのやっぱりその暴力と性描写で勝負したいっていうのはありました。だからそのどうその暴力だったらそのあのなんですかね、その人たちとその競い相手とあの差別が図れるんだろうと思って、であそこまでやろうっていう、はい、思いました。それでは最後に観客の皆様へのメッセージをお願いします。いろいろ4年間でやりたかったことを一番表現できたのが今作だと思うので、そのまあちょっといろいろ見方とかあって、あの小田さんはどう思うか分かんないんですけど、そのいろいろねこの作品を見てその引っかかった箇所であったりとか、そのディスカッションをしていただけたらと思います。僕もそのすごくその感想が聞きたいですし、そのなんかその作った意味みたいなことを自分でも今考えて途中なので、それがもしねあのお客さんと一緒に見つかったりとかしたら、あとすごくそのあのゲスト監督3人です、お三方の感想がすごくとても気になるので、やっぱりちょっとやっぱりこの映画は感想が楽しみな映画です。はい、雲のくず監督の中村雄太郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。はい、ああもうなんだかしみったりありますし、あしみったりだこれかもう、あやだ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 一人やだ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 、あもうあ客船みたいかな、もうあもう船群からかな、もうあよしよしよし植え付けられたもんに勝つ、もうさらばさらば。みんな蒸してやるを監督いたしました多摩美術大学映像演劇学科の大河原めぐみです。じゃあ今回のあらすじを教えてください。はい、かかしになりたい男の人がいて、あのその男を好きな女の人がいて、その男の人を振り向かせようとめっちゃ奮闘する話です。みんな蒸してやるっていう題名だったんですけど、はい、餃子でもなく肉まんでもなくエビシューマイをお選びになったということなんですが、はい、そこは何かこだわりがあったんでしょうか。こだわりというか、その私が映画とか作品を作るときに多分その時に一番好きな、なんか注目してる食べ物を多分取り入れてやってるので。その時に多分エビシューマイがいいなって思ったんだと思います。そしてですね、今回は脚本と監督とそして主演もご自分でされていますよね。はい、どうでしたか。どうでした。もともとお願いしようと思ってた方がいてずっと脚本書いてたんですけど、でいろいろあってと自分でやることになった、やろうと思って、なんか楽しそうだなと思ってやろうと思ったんですけど、いやでも監督と主演を一緒にやるのは難しいかもしれないなと思いました。でもなんか楽しかったですけど、はい、楽しかったです。じゃあ今回の映画の注目してほしいところを教えてください。あ、注目してほしいと、俳優の方が普通に出てくだしたった出演者の方、すごい私がこの1年過ごしてていいなって思った方々をお願いしてお呼びしたので、その方々たちとあと美術です、その美術をやってくださった方々 あの遊び心と根性が詰まってるので隅々まで見てほしいです。それでは最後に観客の皆さんにメッセージをお願いします。はい、学生の方も学生じゃない方もぜひその北沢タウンホールに直接見に来て見て行ってくださると楽しいんじゃないかなと思います。話すのはすごい得意じゃないのですが、ぜひ見かけたら話しかけてみてください。
楽しみにしています。上演よろしくお願いします。ありがとうございました。みんな蒸してやるの岡原めぐみ監督でした。ありがとうございました。ホームレスというのは家がないという意味らしい。山本寛です。よろしくお願いします。お願いします。作品のあらすじを簡単に。はい、この、まあ、ゴロンボ探求という映画は淀川で、ブルーテントを作って、そこに3年暮らしているところから物語は始まるんですけれども、73歳の佐々木さんという日雇い労働者、元日雇い労働者ですねと、若くして23歳のホームレス当たるっていう、この2人がのホームレスとはどういう暮らしをしてるのかっていうところから、まあ、最初始まるんですけれども、冒頭の結構オープニングが流れるようなスピードで僕の中で意識して、編集しておりまして、その中で、しっかりとした3年の生き方っていうのはないんですけど、その、3年間のうちに2人の間で培ったそのリズムみたいな、どういう生活リズムがあるのかっていうのを結構密に描いてるかなとは思います。でね、その2人が3年暮らしているところから、トノコっていう、21歳の女性と、出会うことになるんですけれども、その21歳の女性トノコと、23歳のアタル、この若い2人っていうのが、ホームレスながらもそのアタルの日常的なちょっと恋愛、普通の子とは何ら変わらない感情というか、そこに揺れ動くっていうのは、僕結構そこは表現、映画としてちょっと描きたいなという部分でもありまして、ちょっと間らへんにその、恋愛的なそういうのも描いてたりします。で、アタルがなぜホームレスになってしまったのかっていう、原因でもある親父がひょんなことにまたブルーテントの、河川敷に現れて、で、ブルーテントを潰してしまいます。でそれで2人の佐々木さんとアタルのその居場所っていうのがなくなってしまって、さあこれからどうやって生きていったらいいのかっていうのが、これが簡単なあらすじとなっております。じゃあこの作品を作ることになったきっかけなどあれば。はい、きっかけはですね、高校2年生の時に主演のアタル山本俊というんですけれども、そいつが僕の双子でして、同じ高校で同じ学年で、同じクラスでずっと3年間いる芸能文化科っていうちょっと特殊なところにいたんですけど、常に2人で一緒にいて行動することが多くてですね、そんな、暇を持て余してる夏にですね、2人で適当に行く場所を決めずにプラプラ自転車こいで知らない道を行くっていう、そういう遊びがちょっと2人の中で、暇やったらあれやろうかみたいなんでずっとやってた時期がありまして、その時に大阪城を回りで、大阪城から帰ってくる時にですね、とりあえず通天閣が見えたんで、通天閣のある方に入っていれば、なんとか家に着くんじゃないかなと思って帰っている途中にですね、通天閣ちょっと越えたあたりにガラッと自分の肌で空気が変わる瞬間をなんか体感しまして、それがここはなんだってなったところが大阪の西成の、鎌ヶ崎なんですね。現在では愛林地区っていうそういう地区で、日雇い労働者たち、ホームレスとかいろんな人ら、貧困層っていうんですかね、そういう人たちのそういう人らがすごく密集して生活してらっしゃるっていう、そういう街になるんですけれども、やっぱその空気感の違いっていうのがもう未だにっていうのがおかしいですね。大学4年生になってもずっと忘れれずにずっとそこで映画を作ってみたいなっていう気持ちはずっとありまして、それが今回ゴロンボ探求っていう映画を作ったきっかけとなっております。この映画の注目点。はい、注目点はですね、この映画の中でですね、僕が一番ちょっと重視したというか、一番やっぱ最終的に見てそれは出たかなって思える点が、やっぱ匂いなんですよ。映画なのに匂いっていう、
まあ、それは一体何なのかっていうと、まあやっぱそのロケーションっていうのが一番効いたかなと。まあホームレスの方々にもやっぱその土地柄っていうのが、生活の土地柄っていうのがありまして、代官山の人らがその結構セレブな、生活をしてるとか、まあ赤羽、硬い赤羽の方が結構日常的な生活をしてるだとか、そういうのと同じで、やっぱ淀川ではやっぱ大きいブルーテント立てて、国土交通省が管理してるんで、結構そこは人権問題があったりして、ブルーテントをむやみにバーって潰したりすることができないっていうのがあるんで、20年ぐらいそこブルーテント、すごい大きいブルーテント建てて、もう家としてもう暮らしてはるっていう人もいれば、例えば大阪市内では強制撤去が結構ひどくて、リヤカーにちょっとした機材だけ積んで、でまあアルミ缶を集める、そう仕事をしながら寝る時だけ一瞬だけちょっと本当にちっちゃいテントを建てるっていう、そういう、まあ、結構生活の違いっていうのもやっぱりその大阪の中でも土地柄はあって、でその土地柄の違いとかそういうもの、まあ、ホームレスを演じてくれたその役者の皆さんもそうなんですけれども、やっぱそういう匂いっていうのが僕はこの映画の中には出たのかなと思ったりしてます。それですね、注目点は、はい、匂いです。メッセージお願いします。はい、改めまして、ゴロンバ探求監督させていただきました山本監督申します。僕だけちょっと関西勢で大阪芸術大学からの、出品という形になってるんですけれども、周りのやっぱたまびとかそういういろんな人らの予告編だとかいろんなちょっと見たんですけど、やっぱそのレベルがすごく高くて、まあ映像的にもすごく綺麗だったりとか、やっぱその描写がすごく細かい、ディティールが細かいなとは思うんですけれども、例えば僕のはだいぶ結構不格好な映画となっておりまして、あまりうまくはないです。でもその中になんか一番大事な人間的なその、まあ、臭い部分がすごい詰まった不器用だからいい映画になってるんじゃないかなと僕は結構思っておりまして、まあ、その、周りとはちょっとまた変わった色味というか、その良さをね、またぜひぜひ劇場で皆さんにご覧いただけたらなと強く思っております。はい、ぜひまたちょっと劇場僕も行くんで、よかったら感想など直に聞かせていただけたらなと思ってます。はい、では、第27回東京学生映画祭よろしくお願いします。ありがとうございました。教訓その1、この場所では社会で通用する一切のルール規則は適用されない。その日、この場所には我々の許可なく野球殴りやすい、目に合わせやすいだろう。おい下げまくってきたね。この場所では我々の白いカマキリの巣を監督した、東京造形大学の山本明です。それでは作品のあらすじを教えてください。はい、高校生4人組が、まあ、ヌーディストビーチに行って、まあ、それでヌーディストビーチだと思って行ったらただのビーチで、で裸で行ったんで、まあ、ちょっと警察に捕まり、まあ、停学になるところから始めます。最初はその停学期間中、まあ、楽しくいつもの、まあ、秘密のアジトというかそこに集って定額期間を全うしようと思ってますけど、一人がちょっと退学になってしまって、それをきっかけに自分たちをヌーディストビーチにこう追いやったやつというか、その噂を流した張本人を懲らしめようという、でまあどこまで話しめようとして、その秘密のアジトに連れてきたところから、まあ、
帳場が崩れていくというか、まあ、どんどんそこから作品がガラリと変わっていくような、そんな、まあ、高校生の青春の話です。今回の作品のメインキャストの方々がみんな中高の同級生の方だとお伺いしたんですけれども。そうですね、4人いて3人が同じ広島の男子校に通っていた友達で、で、まあ、1人だけもう造形大学にいた友達をちょっと出演してもらってます。どうでしたか、実際知っている人に自分の作品に出てもらって演技指導するというのは。いやー、なんか新鮮というか、あんまりその映画を撮ってる時の自分っていうのをその同級生に見てもらう機会はなかったんで、なんですかね、いつも僕結構適当だったりとか、まあバカなレッテルを貼られてるんで、ちょっと見返すことができなかった。それでは作品の注目してほしいところをあれば教えてください。やはりその素人の僕の友達が、まあ、メインキャストで出てくれていて、で、結構僕も妥協せずにすごい何回もテイク重ねて、辛かったとは思うんですよ。寒かったし、でもだから僕になんかすごく怒ったりとかをしたことは一度もなくて、誰も。そこがすごい嬉しかったんですね。なんか絶対イライラはしてたと思うし、ほとんど外のロケだったんで、で寒いのにシャツと学ランだけで、でまあ待機も長かったし、なのにこうそれに何の文句も言わずに、ですごい協力的だった。協力的にやってくれて、でそれはもう彼らには彼らの生活というか世界があるのに、こうその予定を縫ってその撮影日を空けてくれたりとか、でどうやったらもっと演技がうまくできるのみたいな感じでこう自発的に聞いてくれたりもして、いい友達を持ったなと、ちょっと涙しそうになります。それでは最後に、観客の皆様へのメッセージをお願いします。中高の思い出っていうのをこの映画を見てちょっと思い出してもらいたいです。よろしくお願いします。立ちんぼを監督しました映画美学校の横山です。ではまずあらすじを教えてください。はい、立ちんぼっていうのは、まあ、新橋の路上でサンドイッチマンをやっている、まあ、男、まあ、磯野という男がいるんですけれども、まあ、その男が、まあ、その新橋の路上でこう立って仕事をしているときに、まあ、自分のお店の反対側のこうにこう中国マッサージのお店がありまして、まあ、そこのお店の、まあ、立ちんぼをやっている、まあ、中国人の女の子のミカっていう女の子に、まあ、こう恋をするみたいなお話なんですけれども、まあ、それをこう2人のそのこういう物語をこう旗から見ている魚がいまして、でもその魚のこう語りによってこう物語が展開するっていう、まあ、なんともこう摩訶不思議なお話です。ではこの立ちんぼを撮ろうと思ったきっかけってあるんですか？僕もともとその、まあ、新橋で少し働いていた期間があるんですけれども、まあ、その時に
まあ、いろいろ新橋の、まあ、街の、まあ、いろんなこう人というか、まあ、こう闇の中にこうひっそりと働いてるみたいな人たちを見てて、まあ、この人たちの映画を撮りたいなって思ったのがありまして、まあ、それがまあ今回のこの映画のきっかけですね。そして委員の中でですね、あの登場人物が魅力的だなっていう話が出たんですが、はい、なんかこう登場人物にこだわりというかあるんですか？まあ、そのまあ、いつも考えてるのはやっぱりその、まあ、今回のキャストも結構その自分のそのもともとその、まあ、自分が演劇やってた時のその仲間たちなんですけれども、まあ、やっぱりその人たちのその、まあ、面白い部分をこう引き出すようなキャラクターみたいなところから発想して、まあ、キャラクターを描いているんですね。まあ、僕そのもともと結構濃いキャラクターが好きだっていうのもあるんですけど、まあ、なので結構あのキャラクターこってりしてる感じだったと思います。はい、では次にですね、この映画の見どころを教えてください。はい、まあ、この映画の見どころは、まあ、やっぱ新橋でのロケっていうのは多分なかなか見れないんじゃないかなって思って、まあ、その、まあ、学生の映画の中で新橋をロケ地に選んでるっていう作品は多分あんまりないかなと思うんですよね。でまたでそこで、まあ、ファンタジーみたいな、まあ、ことになっていくんですけど、まあ、そういう展開をする映画っていうのは、まあ、なかなかないんじゃないかなと思うんで、はい、そこが、まあ、あとエンタメ、本当にかくエンターテインメントだっていう、そこが、はい、見どころですね。では最後に観客へメッセージをお願いします。まあ、15分と、まあ、短い作品なんですけれども、まあ、あの見たことないものには仕上がっていると思います。で、まあ、とにかくあの楽しんでいただければ、はい、幸いですというあの感じなので、あのぜひ立ちんぼよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どこかの物知り、あるいは発明家たちが人より高いところに立って声を上げた。僕らはただそれを見上げていた。飛行船よりという作品を監督しました、多摩美術大学映像演劇学科の広田智弘と申します。ではまず最初に作品紹介をお願いします。はい、特にあらすじっていうあらすじがないので難しいんですけども、その映画を僕はずっと撮ってきて、全ての作品に共通してその空間っていうものを意識してずっと撮っていたんですけど、今回その卒業制作っていうこともあって、そのなんだろう、自分が結構自分よがりな、あの周りの人が大きな勘違いをしやすい作品になってるんじゃないかなと思ってます。なんか全然言葉が出てこないですね。作品ですね、美術ですね、全部は。美術、空間と美術があって、でもうそれだけで、そのそこにカメラが行くだけで映画になるっていう話なんかいらないんだっていうことをが伝わればいいかなって思ってますね、この映画では。だからそのなんだろう、東学祭いろんな作品ありますけど、全部話があって、僕もほとんど見たんですけど、全く違う毛色の作品、まあ本当にいつも僕の作品賛否両論分かれるんですけど、まあスタボロにしてください。今美術っていう話が出ましたが、はい、美術へのこだわりってあるんですか？美術自体のこだわりはないです。美術 を使うっていうことに対してこだわりはあるんですけど、物に対しては特になくて、そのなんだろうな、空間を支配できる、支配するための美術、その物としての美術じゃなくて空間のための美術っていうのを
かなり大事にしていますね。だからそのなんだろう、記号ものとして強い記号を持っちゃうんですよね、美術って。でよくそのなんだろう、記号的だって言われるんですけど、僕はそんなことは特に考えてなくて、ただ自分が支配するために持ってきたものをそこに置いてるだけっていうシンプルな考えで、で美術もなるだけ自分で全部、美術の人はいるんですけど、美術の人になるべく任せずに自分で作ってますね。だからあの風車とか空き缶で全部使う、風車とか言っちゃっていいんですか、いいんですよね空き缶で全部作りましたね、ああいうの。お金かけずに大量生産かつ支配できる美術っていうのを毎回やってますね。そしてですね、この映画はもうヒロトさんにしか作れないだろうという独特の世界観があるんですけど、その世界観ってどういう風に作り出されるんでしょうか。世界観、世界観っていうのはっていう言葉がちょっと僕は苦手というか、世界観を説明するって結構難しいことじゃないですか。そう、特にストーリーのない中での世界観っていう風になると、だからなんだろうな、圧倒的、その予告編見ても皆さん多分なんかどこだここって思うし、なんだこの服装はって思うんですけど、でも僕の中ではそれはもう圧倒的な現実、今この空間と何も空気は変わらない、ちゃんと人がいてそこに立ってて、でカメラがいてスタッフがいてっていう、その空間を撮るだけっていう考えなん で自分で世界観を作ろうとは思ってないですね。だから破っちゃいけないあの世界での掟とか特に考えてないですし、これやったらダメだろうとか、これがあっちゃおかしいだろうとか、そういうのは一切考えてなくて、その僕がどんなに映画の中でミスをしたとしても、あのなんだろう、僕は限定したくないので、映画を話のストーリーの中で、だから皆さんがもう勝手にっていうか自由に想像して映画の最後を迎えられるまでのなんか道を適当にいっぱい作ってあげるっていうことが僕のなんだろう、映画監督としてのこの映画に対する仕事だと思ってるんで、だからなんだろうな、一人一人個人個人で多分全然違う感想を持ちますね。いろんな逆に普通の限定した一つの話のストーリーよりもたくさんのストーリーが本当は詰まってるんじゃないかなって思ってます。注目してほしいところっていうのは、注目してほしいところですか。注目してほしいところは、あの主演の山本圭介ですね、注目してほしいです。その今までずっと高校時代からやってきた人なんですけど、結構作品、多摩美術大学ではもうナンバーワン俳優なんですけど、なかなか表舞台に出てこないで彼に注目して、彼の芝居はすごい、声もいいし、ナレーションとかの声もすごく素敵だし、存在感もそこにいるだけで、彼がいるからなんか僕の絵が成り立ってるぐらいのものなんで、彼の存在に注目してほしいですね。では最後に観客へメッセージをお願いします。観客へ、はい、多分嫌いな人は嫌いだと思いますこんなことを言っていいのかわからないんですけど、でも僕はそのみんなが好きっていう映画がとても嫌いな人なんだと思います。あの今までもこういろんな作品を学生として作ったり見たりしてきたんですけど、僕にはそういう毛色が合わなくて、それで東京学生映画祭でも今まで毎回見てるんですけど、多分そういったものとも全然違う作品で、あのかなりアウェー感を感じてるんですけども、ぜひ皆さん最後まで見てください。よろしくお願いします。飛行船よりの監督の広田智弘さんでした。ありがとうございました。